はい、今回のテーマとしては地味に見えて超効果的な縦回転ロングサーブの出し方のポイントについて詳しく解説をしていきたいと思います。ロングサーブといえばどちらかというと横回転とか巻き込みサーブをイメージする方が多いんですね。逆に縦回転サーブってやっぱりこう台の上で戻ってくるようなサーブ、短いサーブをイメージする方が多いんですよ。しかし今回は縦回転系、下回転とナックルですね、そちらのロングサーブを使うことによって相手に超効果的に効かせるようなサーブへと進化させることができるので、ぜひとも最後までご視聴ください。ではやっていきましょう。縦回転のロングサーブを出す上でまず大前提として考えていただきたいことが、ボールの飛び方ですね。下とナックルを分かりにくく出すようにしてあげたいので、低く滑るようなサーブにしてもらうことが大前提として必要となってきます。でそれを踏まえた上で縦回転ロングサーブの出し方のポイントの一つ目としては、ラケットを台の下までしっかり振り切ってあげるということ。バックスイングはあまり取る必要がないんですよ。取りすぎちゃうと力が強くなりすぎてボールがオーバーしかねないので、バックスイングは最低限の形だけ取ってあげて、あとは台の下に思いっきり振り切ってあげた方がいいです。そうすることで滑るようなサーブにやりやすくなってきます。あまりこうやってねラケット引きすぎちゃうと角度が変わってしまったりとかしてしまったりとか、逆にナックルサーブがちょっと出しにくくなってくるので、入りはコンパクト、打ち終わりは大きく、そこを大事にしてあげたいです。構えてここから振り切るところまで、台の下までしっかり振り切ってもらうことで回転量の底上げにもつながってくるんで、この形を第一に考えてもらった方がいいです。しっかり下に振り切ってあげたらサーブも速いサーブが出しやすくなってくるんで、あまりこう強いサーブ、回転のかかったサーブを出そうと思って横回転みたいにグイッて引きすぎないように注意したいですね。2つ目のポイントとしては回転の出し分け方ですね。縦回転ロングサーブと言わせていただいているので、下とナックルの出し分けはすごい大事になってきます。スイング自体は同じの方がいいんですけど、下やからこう、ナックルやからこうじゃなくて、注意すべき部分は、ラケットの当てる場所ですね。これはもう、ご存知の方が多いと思うんですけど、下回転サーブを出すときは、ラケットの下側、ナックルサーブを出すときは、ラケットの上側に当ててもらった方がいいです。そうすることで、同じスイングで比較的簡単に、下とナックルの出し分けはやりやすくなります。でもう一個ちょっとこう応用的な部分を言うとしたら、当たった後にちょっとこうやって面を返すような動きを台の下で行ってもらった方がいいです。面を下に向けてナックルサーブを出してもらうことによって、よりナックルサーブの質が高くなります。ラケットを斜めにした状態でナックルサーブを出すと、回転自体は分かりにくく出せるかもしれないんですけど、ちょっとこう下回転が強くなってしまうんですよね。なので、切れた下回転とナックルの回転量の差が出にくくなってしまいます。ただナックルサーブを出した後にちょっとこう面をかぶせるようなテイクモーションを取ってもらうことによって、いわゆる上ナックルが出しやすくなってきます。でその中で下回転サーブを出す場所に当ててこうやってもらってもしっかり下回転をかかることができるんで、台の下に下げるというのは大前提なんですけど、台の下に下げた時に面がちょっと下にかぶさるような形を作ってもらうと、より回転の変化はつけやすくなります。この形ですね、ラケットの下側に当てて下回転サーブ、ラケットの上側に当ててナックルサーブ、ナックルサーブですね。ちっちゃな変化ですね。3つ目のポイントとしては、これは結構マニアの部分になってくるんですけど、インパクトの瞬間にラケットをちょっと握ってあげるということです。これはシェイクにもペンでも共通しています。当たる瞬間までバックスイングの部分とかでは力を抜くのは当たり前なんですけど、その当たる瞬間に指の握りを意識してあげましょう。そうすることでラケットの先端が自然に動いてくれます。これはもうツッツキでも同じ要領ですね。回転をかけようと思った時にこのままガチガチで振るだけやったら回転量のやっぱ上限って知れてくるので、ちょっと当たる瞬間に握りを加えてあげる、スイングを止めるわけじゃないんですけど、このラケットを台の下にスイングする過程の中でちょっと指の握りを加えてあげることによってさらに回転量を上げることができます。ナックルでも同じです。ナックルでも
当てるところさえ意識すれば楽にはなってくれるんで、この握りを行うことによってスイングスピードの底上げを行うというふうに考えてもらった方がいいです。特にペンホルダーの方はこの握りによってラケットの先端を動かすことがやりやすくなってくるので、より回転量の底上げにつながりやすくなると思います。では次は視点を変えてサーブの解説を行っていきたいと思います。はい、ではまずは下回転とナックルを交互に出していきたいと思います。いかがでしょうか。そこまで大きな違いは感じないと思います。このサーブを出すことによるメリットっていっぱいあるんですよ。でまず一つ目としては短い長いの変化がつきやすいです。縦回転サーブってそんなにこう難易度の高いサーブじゃないから、短いサーブって比較的簡単に出せると思うんですよ。でそのスイングと同じような形でロングサーブを出しやすいんですよ。横回転サーブって結構難しい部分があって、そういうことってやっぱこういやボールに横回転をかけることにこだわりすぎてサーブが短くならなかったりとか、逆にこう短くすることにこだわりすぎてボールを山台に飛ばしすぎて長いサーブが出せなくなったりとかってあるんですけど、縦回転サーブですどっちかができないとかいうことってあまりないんですよ。それだけ長短の変化がつきやすいサーブなので、やっぱこう短いサーブだけになるんじゃなくて、こういった縦回転の長いサーブも使ってもらった方がいいです。でこのサーブを出すことによって、2つ目のメリットになってくるんですけど、レシーブをある程度限定させることができます。よほどレベルが高くならない限り、この縦回転サーブ、比較的回転のつける縦回転サーブに対してバックで強く持ち上げられるとかってあまりないんですよ。多くの方はこのサーブに対してツッツキをしてくることが多くなります。ってことはそれを待ちやすくなるんですよ。ロングサーブをストップするって前に私が動画を上げましたけど、それは待ってないとやっぱなかなかできないことになってくるんで、大体は長いツッツキで飛んでくることが多くなってきます。やったらもうそれを待って打つっていう展開が作りやすくなるんですよ。であとはそういうふうにツッツカれるんやったら同じような形でナックルサーブしたら相手はツッツキ浮かしてくれますし、長いサーブ警戒させるでちょっとここは前に短いサーブ送るとか変化をつけることができたら、より自分のやりやすい展開に持っていくことができるようになるんですよ。横回転のロングサーブも悪いわけじゃないんですけど、やっぱりこう返ってくるボールに横回転が残ってきて自分が苦しむってことを私自身もレッスンのやつでよく見るんですよ。やったらシンプルなサーブからシンプルな展開を作ってもらった方が、サービスでエースは取れないかもしれないですけど、次の展開3球目攻撃へとつながりやすくなってくるんで、そういったこういうシンプルやけど効果的に効く縦回転ロングサーブすごい使っていただいたらいいかなと思います。私自身も勝負どころとかでこういったサーブ使うとレシーブを限定させることができるなと思っててよく使っております。普段は一つの回転を返してきてよく回転出してもいいんですけど、ここ一本ってだからそういう展開で作るの難しくなってくるから、シンプルな展開の方がやりやすいんですよ。ってなった時にこういうふうにこうシンプルな縦回転ロングサーブ出したら相手にやることに限定させられるから次の3球目でチャンスになってくるんで、回転をかけることがこだわるんじゃなくて、逆に回転をかけることが苦手な方とかはこういったサーブを使ってもらうといいかなと思います。すごいおすすめサーブです。このサーブを覚える上で最初にやっていただきたい練習ですね。第4射目ラケットを振るっていうことを私自身お伝えさせてもらってるんですけど、これをなかなかできないという方が結構いらっしゃるんですよ。台が邪魔になって台に当たってしまいそうで怖いという方が多いんですね。やったら初めは台との距離をちょっと取ってもらった方がいいです。台との距離を取ったら台にラケットが当たることもないと思うので、その分大きくから振れるんですよ。でそうやってラケットを下にこうやって振り切るっていう感覚をしっかり掴んでもらってから台の近くでこうやってサーブを出してもらったら回転のかかるサーブを簡単に出せるようになってくるんで、あまりこう初めから台の近くでこわごわこうやって振るだけになっちゃうと当てるだけになってナックルしか出せないので、ちょっと距離を取って思いっきり振ってこうやってサーブを出す練習を行ってもらったらいいかなと思います。でその中で別に相手の距離を取ってもナックルサーブを出せるんで、この当てる場所を意識してナックルサーブを出すっていう風に離れたところからやってもらってだんだん近づいていくっていうのは、初めてこのサーブを覚えるではすごい大事なことになってるので、ぜひやっていただければいいかなと思います。でそちらの方ができるようになってきたら、同じ出し方で短いサーブも取り入れることができたら、よりこの縦回転のロングサーブが活かせるかなと思います。ぜひお試しください。はい、今回お伝えさせてもらった縦回転のロングサーブ、私個人としては
一番最初に覚えてもらってもいいサーブだと思っております。なんでかっていうと完全に3球目につながるんですよ。横回転サーブはそれこそ飛び方も見た目もすごい派手なサーブやから憧れやすい部分はあると思うんですよ。ただそこからの3球目って難しいんですよ。そのサーブを出すことに満足してしまうんやったらそれでもいいんですけど、サーブからしっかり3球目までつなげたいと思うんやったら、そういった横回転が入ってるサーブよりも縦回転ですよね。下からナックルやったらもう相手がやってくることなんてもう大体つつきなんですよ。持ち上げてくるようになってきたら、まあ、そこと違う展開作ったらいいっていう風になってくるんで、まずはそこと下とナックルから返ってきたボールをしっかりつつき打ちってやった方がより自分の技術の向上にもつながってくるんで、この縦回転ロングサーブぜひとも活用していただければいいかなと思います。もしこの動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。